モバイルブロードバンドとは無線アクセスなどの移動体通信で移動しながらブロードバンドインターネット接続することである。無線通信によるブロードバンド回線がモバイルブロードバンドと呼ばれる一方、有線によるブロードバンド回線はホームブロードバンドと呼ばれ、その対語として用いられている。2015年代4四半期に赤米テクノロジーズによって行われた調査で、 モバイルブロードバンドの平均回線速度が世界で最も高いのはヨーロッパのイギリスの2 6 8ガ b p s であった。世界のモバイルブロードバンド契約者数の OECD 加盟国の2015年6月のデータから人口100人に占めるモバイルブロードバンド契約者の割合の多い順に示す。ラップトップノートパソコンネットブックゲーム機などはイーサネット端子。 PC カードスロットをなくして無線 LAN を搭載するものが多くなっている。そのため、テザリングと呼ばれる無線アクセス接続を中継する機器が使用されるようになった。日本でのモバイルブロードバンド回線事業者は2015年現在、またこれ以外に仮想移動体通信事業者として提供されているサービスも多数存在する。q 4 2 0 1 5ステートオブザインターネット。 セキュリティリポート、赤米テクノロジーズ、https、w w w s t a y t u b e し i n t e r n e t c o m リソーシズクラウドセキュリティ -2015Q、2015 9, 4ウェブセキュリティレポート、html2016 年4月3日閲覧。OECD ブロードバンドポータル。OECD2016 年4月7日閲覧。ありがとうございます。